相方と日本列島を縦横断する旅。北海道苫小牧からね、太平洋フェリー石狩に乗り込み、まずは名古屋を目指すこととなります。船上で、その2日目を迎えました。少しだけね、この太平洋フェリーをご紹介いたします。今回私らはね、カプセルホテルタイプの B 寝台で予約。しかし2人ならね、ちゃんとした個室もいろいろあるんでね、こうせっかくのこういう船体ならば、そういう部屋を予約した方がいいです。2人でね、1室予約するとね、そんなに高くはありません。相方めちゃめちゃ寝てます。前日21時くらいから、寝始めてね、朝7時、まだ1回も起きてません。風呂も全然入ってないしね。この国内定期便でも最大級のこのフェリーですね、船内娯楽は日本で最高の設備があると、私もいろんな国内フェリー乗り比べて実感しております。日にね、何本も上映される映画、夜通し入れる大浴場、そして充実メニューのレストラン、さらにね、他のフェリーと一線を画すね、ラウンジショーですね。40時間滞在してってもね、私ちっとも飽きたことないんですよ。しかしね、この日土曜初やったのにね、めっちゃ閑散としてました。海はね、かなり荒れてましたね。起き出してきた相方もね、船ってこんなに揺れるもんってね、聞いてきましたけど、かなりのレベルです。フェリーのね、朝食ビュッフェメニューはこんな感じ、1100円でいただけます。しかし私らはね、仙台で一時上陸します。やっぱ私とね、同じルーチンを、相方にも味わってほしくてね、あのね、イオンでは後で買い物へ行きます。はい、私御用達のお蕎麦屋さん、蕎麦の神田でいただきます。相方もね、以前東北車旅でね、一度立ち寄って気に入っているお店でもありますからね。朝そばタイプの11時に間に合いました。お得に食べられそうです。そのモーニングメニューはこんな感じ。この店ね、天ぷらが美味しいから天丼もおすすめです。私は温かいそばにミニカレー丼のセット、さらに紅生姜天を追加。相方は冷たいそばにね、ミニそぼろ丼のセット、さらに春菊かき揚げ天を追加です。こちらが相方チョイスのセットですね。私はここのそばはね、出汁がうまいんで、冷たいそばはチョイスしないです。そぼろには半熟卵がちょこんとですね。そして念願の春菊天に嬉しそうです。私のセットですね。この出汁スープの味が好きで、温かいそばにいつもしてます。ほうれん草と半熟卵がトッピングされてますね。そしてね、ここのカレーも食べてみたかったんですよ。そば屋のだし効いたカレーって好きなんよね俺。で、関西人の私はね、紅生姜の天ぷらやカツが好きです。
カレーは想像通りの味ですね。ここの店のうまい出汁がふんだんに使われております。紅生姜のかき揚げも美味しいけどね、これは味が単調なので、他のいろんなのが詰まって野菜にかき揚げみたいなのがいいかな。こちらの漬物と揚げそばはね、セルフトッピングコーナーから取ってきました。私の温かい朝そばです。ほうれん草と半熟卵乗ってね、400円ですよねこれ。だしはね、鹿児島県枕崎産の鰹節、サバ節を厳選してます。ここのお店のルーツはね、東京の立ち食いそばがルーツです。私は東京のそばが好きなんでね、ここも一緒同じくですね。紅生姜かき揚げはね、味が単調なので、このだしスープに途中で投入しました。だいぶ天気穏やかになりましたね。このエレガントな太平洋フェリー、石川も映えます。出航前にね、ブラッド展望デッキを散策。この良い天気ですしね。もう私は何十回と乗ってるフェリーですけどね、相方の感想。めっちゃ虜になってました。このフェリー旅ってめちゃめちゃ自由度が高いんですよね。好きな時に寝て、好きな時に食べて、好きな時に自分の好きなことできる。展望風呂もね、いつでも入れるし、B 寝台とね、相部屋は今回ですけど、私らの他にはね、2人いるだけのね、まあ関西機で静かなもんでしたしね。こんな40時間の旅なら全然飽きないってね、言っておりました。もっとこれからもこれのフェリー乗りたいって言ってますね。一応ね、そのクルーズスケジュールをここに載せておきます。あと運営おすすめのね、船内滞在方法ですね。私のようにね、特にどこか観光へ巡るでもなくってね、のんびり旅を続けるのが好きな方にはね、格好のフェリーだと思います。相方はね、もうずっと起きている時間は寝床でゴロゴロとしながらタブレットで動画に見てますけどね、私はここでずっとノードワークです。まあ、海の景色眺めながらね、めちゃめちゃ集中してね、作業できるんですよね。そして風呂大好きなんでね、1日に3度はね、あの大浴場入ってうだーっとしてるんですよ。ドリンクは船内の売店で買ってきました。冷たいもん飲みたいですからね。私はすぐに酔い回したいからも9%のストロング感です。
こちらが今回のあて。仙台やっぱね、カツオが美味しいんですよね。そしてイオンは揚げ出し豆腐が美味しいんですよ。さらに飲まない相方はこの3食そぼろご飯。カツオたたきね、ネギやみょうが、ニンニクなど薬味たっぷりでね、いただくんで、カツオのたたき大好きです。しかしいつもながらね、ストロング缶2本じゃね、酔い回らない私なんです。さらにね、コーラサワーのストロング缶買ってきました。この本州イオン限定のね、フライドポテトスティックも美味しいんですよ。あとこれチーズもつまみながらです。いつもはね、私ヘリ旅一人なんでね、こうやって二人で晩酌するの楽しいですね。こういう時間はね、やっぱり一人で飲むようにね、他に誰か欲しいですよね。夜中のおやつはこんな感じです。この日はもうラウンジショーも行きませんでした。相方はね、もういつも10時間寝る女なんでね、すでにもう11時時点で寝てます。明日ね、朝7時まで起きることないでしょう、これで。私もね、夜中のお風呂にうだーっと行ってね、2時くらいに寝るといたします。そんじゃ、おやすみなさい。